ああ、くそ。タオルはないぞ。ない？ああ、一枚もない。最悪。なんだよ。ね、降りてきて、ジェイコブ。乾くのを待つんだな。出なきゃ犬みたいにブルブルやるか。さすが女の子によくそんなことが言えるわね。じゃあ、うん、水に流せるわけないだろう。そんなことないわよ。ほらキャー、助けて、溺れる。大きくて強くて絶対弱気になったりしない男の人に助けてほしいの。うん、よし。むむ、女性の悲鳴が。ハリケーンジェイクが来たからにはもう大丈夫だ。お嬢さん、行くぞ。めっちゃ冷てえ。やば。ハリケーンジェイク。おお、おいおい、やってくれたな。おい、よせよ。誰がやめるもんですか。それ。くらえ。ちょっと。最低。わかった。じゃあ見てろ。うん。取ってくれ。あ、うん、よし、そんでさ、フォロワーに見せてやれよ。サマーキャンプを熱くする男ベスト10みたいにな。あと9人いるの？え？ジェイコ、もうバカ。Thank you.
見事に人間関係をぶっ壊したね、ケイトリン。アビーにはいいきっかけになったんじゃない？ひどいやつだよ。ニックとアビーどっちから切り出す？それね、どっちも無理。いやいや、ニックも男だ。男って言っても装飾系っぽいしね。あのヤサ男っぽい見た目に騙されるなよ。どうせ本当は性欲の塊だ。やっぱそう思う。ねえ、どうするの？続けるか。3人で。よし、ディラン、どっちだ？ああ、今のアビーじゃ大変。助けに行かないと。ああ。ねえ、どっちから？あっちだ、行こう。アビー、助けて、お願い、リンクが、リンクが。ニックは？ニックのところへ早く！よし、分かった。おっと、弾がすごく拡散するから気をつけて。おい、ニックから離れるんだ。おい、止まれ、撃つぞ。大丈夫か？あれは歩けるか？早く行こう、早く。焚き火まで戻ろう。
くそ、裸の女を待たせて何やってんだ。よし、くそ、おーい、あーあー、なんだ、くそっ！